はい、どうも、こんにちは。今回からね、殺人探偵ジャック・ザ・リッパー、続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、ダリル、カッコ、メリル、カッコ、ダリルが、前回ね、すごい暴れちゃって、ただそれを、アーサーが、殺害という手段で、止めたわけよ。で、うまく証拠隠滅もして、結局メリルが犯した犯罪だった。その後、自殺したみたいな感じの結論で終わった。で、その後また警察がね、ちょっと我が探偵事務所に訪問してきたってとこだね。で、前回でも第一章終わるかなと思ってたんだけど、意外や意外、ねえ、その 事件が終わった後のエピソードが思ったより長くて、ちょっと前回無理やり切ったんだけど、多分もう今回はね、5分ぐらいで終わるわ、これ多分。あ、第一章が動画じゃないよ。お前な、今まで忘れてたのかよ。正直、それどころじゃなかったからな。そうだな。名実ともにメディル殺害の犯人になったわけだ。そりゃ、疑われてたなんて小さなことだよな。殺害はしたもんな。もうすごい追い込むやん、ジャックさん。ジャックさん、あんま追い込むのやめてあげてくださいよ。本当に申し訳ありません。連続強盗殺人の犯人と疑ったばかりか。あなたにはいろいろとひどいことを言いました。本当だよな。謝れよ。慰謝料払え、慰謝料。おい、ふざけんなよ、マジで。どんどん死刑が、お前。ふざけんな。メリルも自殺と判断されましたし、そうだよ。あなたは本当に事件に巻き込まれただけでした。やめてくださいよ。後ほど正式に謝罪に伺わせてください。時間も削られたし、俺のプライドもボロボロよ。もうそんなの、もう、お金で解決してくださいな。慰謝料くださいな。払えよな、お前。ロンドン死刑だろ、お前。それぐらいできるだろ、お前。いや、謝ってくれただけでいいよ。は？連続強盗殺人事件は解決されて、疑いは晴れたからね。金一封は置いていけよ、せめて。金一封すって出せよ、お前、今から。ないなら ATM で下ろしてこい、お前。すみません。いえ、ありがとうございます。そんな優しくないからな、やってる側は。アーサーは優しいかもしれんけど、俺は優しくないからな。いや、慰謝料でしょ。これ慰謝料案件だもんなって。しかも、だって警察が一般市民に迷惑かけてるわけだからね。もうそれはもう、それでは大私事は件っすケイラよ。に戻ります。はあ？あなたの入れる紅茶、美味しいんですね。ごちそうさまでした。せめてなんかお土産でも置いていけや、おい。せめてなんか買ってこい。どうも。また何かあったら、いつでも来てください。なんか買ってこいよ、お前。おい。何？何よ。新しいカット来たな。メリルの墓か。二つの花束を携えて、携えて、携え、抱えて、携えて、携えていいのかな。アーサーはローズ家から、アーサー、葬られた。わ かんな。ごめん、マジで。墓地を訪れた。いいカットじゃん。いや、来たよ、メリル。複雑。殺人犯が来てるんだもんな、お墓参りに。複雑。自分を殺した犯人が、犯人って言うべきか分かんないけど、自分を殺したやつが墓参りに来てんだもんな。複雑。新しい墓石にアーサーは優しく指を走らせる。掘り込まれた、母姫のかな。母姫はメリルローズ。墓前にアーサーは二つの花束を静かに手向けた。一つは君の、もう一つはお兄さんのだ。君たちは二人で一人みたいだからね。めっちゃ受け入れとるやん、お前。お前、お兄さんに手向けるとは思わなかったわ、正直。めっちゃ受け入れてんじゃん。もう噛むな。メリル。何？まだうじうじ考えてやがるのか。そうだよ。メリルはダリルを止めることができなかった。だから殺してやるのが彼女に報いる唯一の道だってのさ。ただ、正直その後墓参りに来てるアーサーやばいと思うけどな。こんだけ考えてるやつがさ、その殺したやつの墓参りに行かなくないか。もうアーサーもだいぶじゃない？だいぶ だいぶサイコチックじゃない？分かってる。それは分かっているんだ。だけど、あれかな、罪を償うって意味で、手向けに来たのかな。人を殺すことで
人を救っただなんて、そんなの、本当にこれが最善の策だったのか、もしかしたら何か他に、まあまああったかもしんないね、あったかもね。もう悩むなって相棒、急にやん。ダリルにもこの方がいいのさ。何ぜ、やば、終わりそう急になんか音楽が、これあのあれじゃん、いいこと言って終わるパターンじゃん。バーサの手が操られる。持参したのみとハンマーを取り出し、墓石にのみを打ち付け、荒っぽくだが文字を刻み込んでいく。それはやめとけ、それはやめとけそれはちょっとやめた方がいいんじゃない。死人に口なし、死んじまったら恨み事も口喧嘩もなしだ。おこら、急にまとめっぽいもん。墓碑に刻まれた名はダリル・ローズ。あーなるほどね、そういう粋なことする。ローズ一家の墓、メリルの墓石には誰にも認められなかった兄の名が刻まれることとなった。認めたんだな俺たちが。これから英語を兄弟仲良くな。ジャックさん、そう、粋すぎるわあんた。ジャックさん、粋な計らいっすわ。おしゃれ。墓石を眺めたジャックはいつものように驚愕的な笑みを浮かべる。こうしてロンドンを騒がせた連続強盗殺人事件は、その犯人たちの死によって幕を下ろすこととなった。終わったな、第一章多分。あ、サブストーリーってさ、何なんだろうね。一応、俺も買う前にホームページを見たんだけどさ、これ、何なんだろう、サブストーリーって。これサブストーリーってのが普通にあれなのかな、もう、見るだけ見るだけなのかな。来た、アズラエル。誰よお前の声、誰の声だよ今の。何、でもあれだよね、なんかラジオで言ってたもんね、なんかその聖歌を歌う〇〇さんみたいな。礼拝堂の椅子を埋め尽くすほどに人々が集まっているにもかかわらず、場は静寂に包まれていた。人々は礼拝堂に集まった信徒であるようだった。信徒たちはただひたすらに頭を垂れ、一心に祈りを続けている。その信徒たちに向かい合う形で立派な報復をまとった人物が立っている。皆様に神からの祝福を授けます、はい、ありがとうございます。なんかあれみたい、なんかソシャゲの新キャラっぽい。このカレー、このカット、この画像、ソシャゲの新キャラっぽいわ。強そう。荘厳なパイプオルガンの音が礼拝堂の中に響き渡る。オルガンの音色に昭和するように、方位のかな、方位をまとった人物が賛美歌を歌い始めた。はあ、美しい。はあ、天使の歌声とも称されるほど美しい声。あなたが歌ってんの。信徒たちの間からため息にも似た声が漏れ始める。はあはあはあ。礼拝の中には甘やかな香がたかれ、こうかな、うっすらとした煙に包まれている。ステンドグラスを通した柔らかな陽光が、ほいよほいでいいのかな、追いまとった人物の上へ幻想的に降り注ぐ。それはまるで神の与えたモーター、奇跡のように。はあ、歌声聞かせてくれよ。ただ、皆様、あ、来た、いかがだったでしょうか。あ、ザフカエルビナー氏による天使の歌声、久しぶり。今日も素敵でしたね。ラジオ久しぶりだな。続いて本日のロンドンについてお伝えします。はい。慈善事業団体クレイン・ニーディの指導者クレイング氏が市内の病院へ慰問に訪れました。なんでクレイング氏はロンドンの発展に伴って、これまで以上に医療が重要になるだろうと述べた上で、入院患者に励ましのメッセージを送られました医療が重要になる、まあ励ましのメッセージは素晴らしいよ。入院している患者の皆様の中には、仕事中に負傷された方だけではなく、生まれつき大きな病を抱えた子供もいらっしゃいます。まあまあそうですよ。そういった方々が憂いなく過ごすことのできる、まさに楽園のような社会こそが皆様に
望まれているものではないでしょうか。まあ、それができるならね。でもね、何か大きなことを成し遂げるためにはね、何かを失わないといけないんだよ。わかるか？楽園の社会を作った裏では、何かが行わ、何かが、なんか、減らされてんだよ。誰もが、病や飢えに怯えることのない楽園。うん。それを形作るため、我々は尽力しております。予算が足んねえよ、多分。皆様もぜひ、ご協力をお願いいたします。多分予算足んねえもん、それ作ろうと思ったら。以上、慈善事業団体、クリーンイーディの指導者、クレイグ・ワジェト氏のお言葉でした。クレイグ氏は、慈善事業として、低所得者への仕事の斡旋、医療技術の発展や充実のための投資活動、いいじゃん。さらには新しいラジオ局の開設に出資を。この新しいラジオ局怪しいよね。もうグレイグ氏のクレイグ氏のなんていうの、なんか個人チャンネルなりそう。信者を増やすためのラジオ局みたいな。お。おはよう、朝。予約の時間ぴったりね。ちょ、お前、ちょ、一個言っていい？そのさ、お前さ、ゲームオーバーになった時にさ、まあ、ダークソフィーとして来るんだけどさ、まあ、それも相まってなんだけど、ちょっとお前の声、耳障りだわ。はっきり言うけど、耳に来るんだわ、お前の声。おはよう、ソフィー。うん、これ、前に怒鳴っちゃった時のお詫び。喋んな、お前。朝がソフィーへのお詫びの印として持参したのは、彼女の好物である甘いお菓子、ケーキだった。それはアーサーがジャックの幻覚を感じ始めた日、意図してではないものの、ソフィーに対して声を荒げてしまったことへの謝罪の気持ちであった。紳士だね、アーサー。ありがとう。ああ。けど、アーサー、あの時は調子悪かったんでしょ？ここまでしてくれなくていいのに。あ、そう。そんなことないよ。君に対して、じゃあ返せよ。失礼なことをしてしまったからね。うん。遠慮しなくていいよ。まあまあまあ、それはあるよ。忘れ紳士としてさすがだよな、そこは。やった、うん、今後ともごひいきに、うん、お父さんと分けて食べるね。いいね、いい娘じゃん。なるほどなるほど、うん、それでどうしてお前が物欲しそうにしているんだ。心の中で喋るのお前上手くなったよな。いや、うまそうなケーキだなと思ってな、うん、で、帰ったら俺たちも食べるんだよな、うん、何を言ってるんだ。お詫びの分しかないぞ。なんだと、うん、てめえ、俺が大の甘いもの好きだと知ってのことか。買えばいいじゃん、別に。そのケーキなんてそんなお高いもんじゃないでしょ。知るわけないだろ、うん、大体お前の好みなんて知りたいとも思わない。買ってやれよ、別にそんなそんな高くないでしょ。なんだよ、ジャック・ザ・リッパーのスクラップまで作っておいて興味がないなんてことはねえだろ。もっと興味持てよ。そんでケーキ買え。お断りだ。俺だったら買うよ、全然。あ、いいよいいよっつって。まあ、リアルで第二人格来たらまあ苦しいんだろうけど、苦しくてそんな余裕ないかもしんないけどさ。ケーキケーキ買えよ、ほら。どうした、幼児化が進んでるぞ。お前幼児対抗してるぞ。お前大丈夫か。まったく、うん、こんな子供みたいなやつがあの連続殺人鬼ジャック・ザ・リッパーだって、何の冗談だ。まあまあ、ノリがいいんすよ、ノリが。そう、どうかした？ああ、なんでもないよ。それより、診察の準備はできてるかな。ああ、まあ定期検診みたいな。うん、お父さん待ってるよ。うん、診察室へどうぞ。どうも、失礼します。来た。使い回しだ。熱は平熱。脈拍も正常。うん、体調面には特に異常はありません。使い回しだ、これ。うん。それで、うん、アーサー君、例の幻覚についてはどんな調子かな。まあ、だいぶ慣れてきましたね。やっぱ対応としてもやっぱ扱いやすくなりましたし、うん、率直に言うなら前と変わらない状況です。はい、うん、何か新しい情報はないかな。うん、どんな些細なことでもいいんだが。ケーキが好きみたいですね。やっぱりケーキが好きみたいです。今んとこそれぐらいですかね。幻覚は自分のことをジャック・ザ・リッパーだと名乗っています。まあ、てかあれだよな、これさ、改めてこの絵見たけどさ、ソフィーどこ見てんの。お前どこ見てんの、ソフィー。先生の目線と違いすぎないか、お前。ジャック・ザ・リッパー、まあ、知らないだろう。でもそれでもウォルターわかるんじゃない、先生的には。ほうほう、うん、ジャック・ザ・リッパー、
2年前に処刑されたあの殺人犯か。なるほど。以前の話を踏まえるなら、君はジャック・ザ・リッパーを名乗る幻影が見え、幻聴が聞こえ、時々その意思によって動いているのだね。まあまあそうっすね、まあ、先生分かってんじゃないですか。先生、ジャック・ザ・リッパーの心臓を僕に入れたんじゃないですか。先生、連続殺人鬼となる男が見える幻覚症状があり、体が時々その意思によって操られることがある。危険な状態であることは明白であった。先生、ここはやはり専門の病院にかかった方が良いのでしょうか。え、これでかかるって読むの？はあ、こんなんかかるってこれで書くの？漢字やばいんだけど。否定はしないが、今の症状を正直に話せば、まあ最悪君は鉄格子の向こうに送られてしまうかもしれない。普通そうだよ。私としてはできればそれは避けたいんだよ。そうだよね、やっぱ殺人鬼が僕の中にいるよっつったら大体やっぱ監禁されるよ。それは監禁っすよ。アーサーが鎖でつながれちゃうの？そんなの嫌だよお父さん。いや、なんかごめんな、ごめん、俺があんまりそういうなんかお前みたいなキャラに対して俺あんまりごぼいってならないからな、ごめんな。なんかもう言わないけどね、キッて言っちゃったけど、キッて言っちゃったけど、もうそれ以上は言わないわ。そうだぜ。精神病院はごめんだ。たとえ行ったとしても俺様がどうにかなるとは思えないかな。まあダリルとメリルの件考えてもね、やっぱどっちかが上回る、完全に上回ることないからな。僕だって鉄格子の中はごめんです。でもどうしたらいいんでしょうか。いや、もうそれは共存でしょう。アーサー君、これは具体的な治療法というよりは提案に近いのだが、聞いてもらえるかな。共存っすよね先生。はい、正直なところ、解決策が見えません。やれることは何でもやってみようと思っています。いいじゃん、やれよ。じゃあバンジージャンプしろよお前。いい心がけだ。君が幻覚症状を感じるようになったのは、調査中に殺人の現場を見たことがきっかけだったね。そうっすね。かつての君に起きたような死の危険を伴う出来事、状況は違えど死の危険を感じたことで悪いことが再度起こるかもという見通しを得たわけだ。まあ出会いはそうだったけど、でも今あれだもんね、普通に出てくるからね。何とも言えないっすよ。刺激に対する過剰反応、フラッシュバックが原因。君が悩まされている幻覚症状はやはり体の防衛反応のようなものではないだろう。どうなのかな、もう最近でも頻繁に出てくるからね。防衛したい時に出てくるわけじゃないからね。だから現状の防衛反応が起こった原因とは反対の作用を得ることで改善が図れないかね。攻めるってこと？反対ですか。例えばアーサー君自身が誰かを死の淵から救うことができれば、なるほど、充実感を得るいい感覚だ。もちろん危険が伴う状況だろうが、事態は好転する。メリル救ってやればよかったのじゃ。その体験を得ることで、危機的状況に対して前向きな印象を植え付け、過剰な防衛反応を防ぎ、幻覚の症状を改善することはできないだろうか。まあでもそもそもこのゲームはね、アーサーはなんかすごい、まあ、ザ・探偵として、まあ、生活活動していくみたいなので、ジャック・ザ・リッパーのルートにすると、まあ、その犯罪をもう自分の手で始末するっていうルート、2つのルートになるっていうふうに書いてあったんだけど、まあ、だからこの今先生が説明しているのがいわゆるアーサールートの生き方じゃないの多分。僕の手で誰かを救うか、多分これがアーサールートだと思う。どういうことこれ、これどういうことこれ。別にどっちでもよくない、こんなのどっちでもいいじゃんね。自分のために人を救うもまあ別に二重人格からね逃れるためっていう風に捉えられるし、でもまあ普通に考えればこっちだよね。他人のために人を救うだから普通に考えれば。まあこっちの方が文脈的にはね結構正しいよね。まあでもん
まあ、多分これゲームオーバーにはなんないと思うけど、まあ、例えばこれ自分の、なんかね、人を、まあ、殺すとか救う、殺すか救うだったらまあわかるけど、他人か自分かって言われても、どっちでも、どっちにしたって結構いいやつじゃない普通に。おっと？幻覚を消すために、誰かを助ける。うん。つまり、自分のために人助けをするということですか？まあでも先生が言った意味的にはそういうことでしょう。少し語弊があるかもしれないね。うん。決して君の症状の改善のために人助けをしろと言っているわけではないよ。まあでもほぼそういうことでしょう、流れ的に。あくまでも他人を助けるために人助けをする。やばい。諭された。やばい。君の利になることもあるだろう。そういうことさ。ここに答え出てるじゃん。もうそっちが答えかよ、そっちが正解かよ、やっぱりか。でもなんか先生の話的にね、今完全にあれだったじゃん、アーサーを救うためにみたいなね話だったじゃん。もっとも君は探偵だからね、まあ、そうだよね。落ち込まれる仕事も人のためになることばかりだ、自然と達成できてしまうことも考えられるがね。確かにね、仕事をやってるうちに確かに症状が改善されそうではあるよな。そうかもしれません。うん、機会があれば試してみたいと思います。そう言っちゃったら機会ないやおーないやおーそれあれじゃん、行けたら行きますと一緒じゃん、機会があればって。機会来ないよ多分。心の持ち方次第で苦だと思っていたことも、苦ではなくなることもある。困ったらまた相談してくれたまえ。はい。ただ無理はしないことだ。君の場合、人助けのためであれば無茶なことでも平気でしてしまうだろうからね。ありえるね。まあそうやってきたからね。危ないことはしないでね。うん。アーサーが怪我したら悲しむ人もいるんだからね、お父さん。まあ主人公タイプ大体そうだけどな自分の身の危険がありながらも人を助ける、それが主人公タイプだからな。もちろんだとも。うん。君とは事故の時からの付き合いだ。はい先生。軽い怪我くらいならいいが、はい、また重傷で寝てばかりになるのは避けたいだろう。避けたいです。ええ、入院は勘弁願いたいです。ご忠告ありがとうございます。ありがとうございます。結構。うん。それではまた次の定期検診で。うん。ソフィー、薬はいつもの通り、次の予定を取っておいてくれ。はい、わかりました。ああアーサー、受付どうぞ。俺じゃなかった。適当に相づち打ってたら俺じゃなかったわ。定期検診を終えたアーサーはソフィーに次の予約を設定してもらい、そのまましばし世間話に興じていた。いつもありがとうソフィー、うん、まだ小さいのにいつも先生の手伝いなんて偉いね。うん、うん、アーサーは女の人の扱いが下手ね。うん、私だって一人前のレディーとして扱ってほしいわ。なんだこいつ。おっと、それは失礼しました。顔と合ってねえって朝え、マジかこいつみたいな顔してんじゃん今。でもそれはなんか声はおっと、それは失礼しましたってセリフ紳士で出ちゃってるのに顔が紳士じゃねえもん。え、マジかこいつみたいな顔してるもんいいよ顔よ。けど私、うん、お父さんのお手伝いくらいしかできないから。あれまさか君も病を抱えてるのか。まさか。たまには外で遊びたいけど、お父さんは一人で出ちゃダメだって言うから。まあまあそれはね家でお手伝いでもしないと暇なのよね。わかんねえ、この家の家庭事情がわかんねえわ。おっと、どっちだ。ソフィーがなんか抱えてるのか。でも普通にでも親だったら言うよな、一人で出ちゃダメって。こういう小さい子だったら。ソフィーの表情に影が差したのは一瞬のことで、すぐにいつも通りの笑顔に戻ってしまう。ソフィー何か抱えてるかもしれないね。アーサーには彼女が表情を取り繕ってるように見えた。おい相棒、うん、このお嬢ちゃんはどこか悪いのか。まあまあそうっぽいよね。ソフィーは生まれつき心臓が弱いらしい。ああ、以前先生に聞いたことがある。あ、それは外に出せないわな。走ったり激しい運動ができないみたいだ。本当は外で遊びたい年頃だろうに。まあまあまあそうだよな。ほうほう、それは辛いよな、うん、俺様がこのくらいの年なんて
廃屋や下水道を駆けずり回って遊んでたぜ。遊んでっからやってんのかな、まさか。ソフィーをお前と一緒にするな。うん、女の子はもっとおしとやかだろ。まあまあまあ、基本的にはね。アーサーが出演さすのは受付のカウンターだ。そこにはソフィーの手作りと思わしきぬいぐるみが数体置かれている。あれ手作り？お前すげえじゃん。まあまあ、でも家でやること家でやれることしかやれないんだもんな。まあまあまあ、でもうまいじゃん普通に。ん？これ？うん私が作ったんだよ。おすごいでしょ。おすごいすごい、普通にすごいわ。なんかちゃんとなんか色合いつけてんじゃん。当然廃屋や下水道とは縁もゆかりもない品だ。自然に気づいたソフィーは自慢げにぬいぐるみを見せてくる。端切れ布を使ったパッチワークで継ぎはぎ感はあるが、それなりに形にはなっている。まあまあ、でも継ぎはぎ感は別にしゃあないでしょう。かわいいよ、うん、ソフィーは手先が器用なんだね。褒めたれ褒めたれアーサーよりも。もうでも僕はでもナイフを扱いますからねまあ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 、ここはねアーサーよりも。もちろんそうっすよ。服のほつれを直すのにも苦労するからね。まあまあまあ、難しいとこもあるよ不器用さんだね。なんだとこら。おい、そうだ、今度お裁縫を教えてあげるよ。マジ？私がアーサーの先生ね。行けたら行くわ。それは面白そうだね。うん、ぜひよろしく頼むよ。行けたらね、行けたら行くわ。うん、はーい、うん、あ私大人になったら探偵になろうかな。やめてくれやめてくれ、不器用なアーサーの手伝いをするの。やめてくれって、もうフラグやんで絶対。もう絶対フラグやんこれ。もう第2章か第3章か知らないけど、突然心臓悪くなるパターンじゃないのこれ。もうやめてよ、夢語るな。夢語っちゃったら大体こうゲームだとフラグになっちゃうんだって。お話で読んだんだよ。うん、探偵って鍵開けとか謎解きとか、うん、犯人探しとか、うん、大冒険をするんでしょ。まあまあまあ、あながち間違いじゃないと思うよ。いいな、うん私もいつか。やめてやめて、もうこんなことしてみたいな。もうそれ以上喋るとお前危ないぞ、フラグが立ちまくってんだって。探偵のお前さんがやってるのは、素行調査に浮気調査、尾行、迷子のペット探し。とてもジョーちゃんには言えねえなまあリアルそんなもんなのかな。そうだね。まあ冒険じゃん。グッギュッて固めたらそれも冒険じゃん、別にペット探しだって。アーサーが表情を限らせるのは、自らの仕事のスケールの小ささにではない、ソフィーの行く末についてだった。なんかあんの過去が。ソフィーは20歳まで生きられないかもしれない。お父さん、それ言っちゃうの。私は仕事ばかりで変わってやれないことも多い、うん、君からもできる限り話をしてやってくれ、うん、街の出来事でさえ娘にとっては新鮮な話題だ。あ、もうそんなレベルで外に出れないの。それはまあ確かにな、辛いわな。まあ先生だもんな、親は。そうだよな。大人になったらか。もうフラグってか、もう予定がフラグ立つ立たないじゃなくて、もともと決まってたんだな。僕が何かをしてあげられればいいけど。もうそれならケーキ買ってこようぜ。もうケーキどんどん買ってこうぜ。もうしゃあないって。それはもうそれ聞かされたら俺買いに行くしかないよ。なんかいろいろ写真とかさ、なんかもう持ってきてやろうぜ。ん？どうしたの？ああさ、黙っちゃって、うん、動画撮ってきてやるよ俺が。ああごめん、うん、ソフィーが裁縫の先生だったらってもう教えてくれ よ。行けなくても行くわさっきまで行けたら行くっつったけど、そんな事情あんなら俺行くわ。全然全然行くわ。行けなくても行くわ似合うでしょう、うん、お裁縫の先生に探偵にお医者さん。やめてくれやめてくれ。やりたいことがいっぱいね。もう辛いわ。ああ、うん、ニコニコと無邪気に笑うソフィーの頭をアーサーはくしゃりと撫でた。ごめんって、俺もここに来た瞬間に、いやお前の声耳に来るんだわとか言って、ごめんって。もうそんな過去知ったらもう癒される声だわ。はぁ、癒されるわ。はぁ逆に失礼かなこれ。彼の表情は笑顔を作っていたが、晴れやかとは言い難かった。変なの。まあ知ってたらね、なかなかうまく作れないよな。どうしようかな、一旦切るか。おっと、いつも通りの
に汚れたロンドンの市街地、その人混みの中にローリーは懐かしい顔を見つけていた。ローリー先生、うん、もしかしてミシェル先生ですか。先生、先生、めっちゃ先生やんめっちゃ先生やん。先生の爪とかくれそう、学習装置くれそう。先生や、めっちゃ先生やん。名前呼ばれ道の先を歩いていた女性が驚いたように振り返る。次の瞬間その驚きは歓喜の色に染まった。まあローリー、うん、こんなところで会うなんて、うん、すごい偶然、本当にお久しぶりね。どうしようかな、一旦切ろうかな次回やるとき俺がちゃんとリアクションできるか分かんないけど、なんかよく分かんないカットでと終わるからさ、あれだけど、とりあえずまあ時間も時間だし、とりあえずここら辺で一旦終わろうかなと思うわ。じゃああざした。